モい、飽きた、嫌い、つまんない、面白くない、おすすめに出てくんなって暗示込み書く人に気になっています。だあれコメントが来たな、なんだろう。遠坂さん、勝手にお一つ口出しさせてもらいます。アンチは自分が辛いことがあった、または人生嫌だって思っていたり、ツンツンなやつがアンチをしてたりするから、本当はこんなアンチなんてしたくないのだと思います。なのでアンチに切れるんではなくて、アンチをいじめたり人生辛いって思わせてる人に切れるのがいいと思います。なるほど、そんな壮絶な人生だからアンチしちゃうのか。私の考えが浅はかだった。それならこう切れるべきだね。アンチをいじめたり人生辛いって思わせてる人に気になっています。だって憎しみの連鎖になって誰も幸せにならないんだもん。そんないがみ合わず平和に過ごせた方がみんなハッピーなんだもん。